名古屋環状線より、笠寺駅は、愛知県名古屋市南区立、脇町2丁目にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道、名古屋臨海鉄道の駅である。駅番号は、CA64。JR 東海、JR 貨物の東海道本線と、名古屋臨海鉄道の貨物線である、東港線が乗り入れる。旅客営業場は、 東海道本線単独駅の扱いを受ける。運行形態の詳細は東海道線を参照。1933年頃より、笠寺駅新設要望が出るようになり、地元土地整理組合による誘致運動へと発展した。その後、日中戦争勃発に伴い、名古屋南部で稼働する軍需工場への輸送需要が高まったため、1943年に、 笠寺駅として新設された。戦時中は1日約4万人が当駅を利用した。なお、当駅の開業前は、名鉄豊橋線の本笠寺駅が、笠寺駅を名乗っていた。終戦後も名古屋市南部の工業地帯における貨物輸送の拠点駅となり、昭和40年から50年代には当駅から発田貨物駅に至る南方貨物線が建設が始まる。しかし、 国鉄末期の改革の一環で建設は凍結され、未成線となった。現在では、南区役所、南警察署、南郵便局の最寄り駅であり、工場も多いためビジネスマンの利用が多い。また、日本外資スポーツプラザへの観客、利用者輸送の中心駅であり、大物アーティストのコンサート等のイベント開催時には、名古屋方面へ臨時列車の運転、 快速電車の臨時停車などが行われる。島式ホーム1面2線と短式ホーム2面2線、合計3面4線のホームを持つ地上駅である。ホームは短式ホームが島式ホームを挟むように配置され、中央の島式ホームが上下退避線となっている。なお昼間は退避線は旅客ホームとしては使われず、貨物列車の退避が行われることがある。また、 4番線の西側には、貨物列車用の着発線が5本、仕分け線が6本、保線車両の留置線が付設されている。また東側には、東海道新幹線が通る。駅舎がホーム上空に設置された、京城駅である。駅舎とホームは、階段で接続し、全ホームにおいて、エレベーターが使用可能である。駅舎と地上を結ぶエレベーターは、 営業時間外は使用できない。駅舎内には JR 全線切符売り場、自動券売機、自動生産機並びにとか、チャージ機が設置されている。業務委託駅であり、旅客に関する業務は東海交通事業の職員が担当する。管理駅はオーフ駅である。また、ペデストリアンデッキによって、駅舎と名古屋市総合体育館の各建物が結ばれている。 基本的に1時間に4本ある。普通列車のみの停車であるが、近くに南区役所や日本外資ホールなどがあり、利用者は両隣の厚田駅、大高駅より多く、日本外資ホールでのイベント時には臨時に新快速や快速も停車する。2018年3月現在、名古屋方面から当駅止まりの普通列車が平日、土休日に各1本設定されている。 2009年3月までは2番線から当駅始発の名古屋方面行き列車が設定されていた。2009年3月13日まで停車していた下り、ムーンライトながらは4番線ホームが8両分の有効長しかないため3番線に発着していた。日本外資ホールでのイベント終了時には名古屋方面の混雑を緩和するため臨時停車の快速が4番線に発着する。 1981年まで一般向けの車扱い貨物を1996年まで専用線発着の車扱い貨物を取り扱っていたが廃止され現在は臨時車扱い貨物のみを取り扱っている。当駅で荷役作業を行う貨物列車はなく荷役設備や専用線は存在しない。かつては鉄道貨物輸送の拠点駅の一つであり、 駅西側に、有害者用貨物ホームや車運車用自動車、二役ホームが存在した。また、大道特使港星崎工場や三井東厚化学、名古屋工場、住友セメントサービスステーション、定人名古屋工場へ続く専用線があった。なお、名古屋臨海鉄道に軽装する貨物列車の発着があり、機関車交換も行われている。二千十八年度の乗車人員は、 合計282万6114人であり、1日、あたりの乗車人員は7743人と、算出できる。乗車人員は、名古屋市内にある JR 東海の13駅の中では6番目に、多い。笠寺駅の利用状況の推移、名古屋市総合体育館と連絡する西口。ありがとうございます。